皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。本日もご視聴ありがとうございます。以前動画でちょっと話したことがあるんですけども、日本には職業は3つしかないっていう話したことがあります。1つ目はサラリーマン、もう1つは、職人、もう1つは社長っていう話です。でこれ僕どっかのセミナーでその講師の方がねちらっとそういう話をしたんですよ。それがねメインのテーマではなかったんですけども、でねすごくねこう的確に言い当てる言葉だなと思ったんですよ。でそのもともとね誰が始めたのかとか、どこの本に書いてあるのかってことまでは僕知らないんですけども、ですごいね本当にその通りだなって思いませんか。サラリーマン、職人、社長で、この仕事、日本にある仕事っていうのは基本的にこのどれかにこう当てはめることができるってことなんですけども、僕はこの3つをね全部経験したことがあるっていうふうに思うんですよ。まず僕大学卒業してからサラリーマンやってます。でその後開業して、最初はねそんなに人を使ったりとかしないで自分で全部動いて、申告も自分でやる、営業も自分でやる、作業も何もかも全部自分でやる。でお客さんから直接仕事をもらって対価も直接もらうっていう、その職人ですね。でその後人がだんだん増えてきて、実務を あまりやらないようになって、管理というかね、そのみんなを育てるっていうことを中心にやってる経営者になって、この3つをね経験したことがあるんですね。でそれぞれちょっとねやっぱり随分こう違うなと思うんです。どれがいいとか悪いとかじゃないんですけども、随分違うなと思うんですよ。まずサラリーマンね、サラリーマンはやっぱりとにかくまあ自分のね時間とどこで働くかってこととか決められちゃうんですけど、やっぱりそれと引き換えにある安定感っていうのはやっぱりありますよね。決まった日に決まったお給料が確実に振り込まれるっていうのは、そこらねやっぱりねかなり精神衛生上はいいと思いますよ。やっぱり僕らなんかその経営者になると、やっぱりその売上がね悪い年っていうのは、そのお給料とか家賃とか光熱費とかそういったものの固定費よりも売上が下回っちゃうってことがねないわけじゃないんですよ。そういう時っていうのは減らせるものってのは自分の取り分しかないんですよね。そういうことがあります。でサラリーマンだとそれはない。そこはねやっぱりね羨ましいなって思わなくもないです。でもとはいえね、サラリーマンも大変だと思います。この間もね、ある金融機関の方と話をしていたら、サラリーマンって大変なんですよと。社内でやっぱ競争もすごくあるし、その競争に打ち勝てなかった時は、自分で就職先を探して出ていかなきゃいけない。それも結構若い時に出ていかなきゃいけないんですとか、出世レースをね、外れてしまうと、やっぱりあまりこう居心地のいいものじゃないんだっていう話をね、聞きました。でその点我々はこう健康でありさえすればずっと一生仕事ができるっていうのはやっぱりすごく羨ましいよっていう言われ方をねしました。でもその通りだなって思いますね。次に職人ですね。職人っていうのはやっぱ自分の技能とか知識とかそういったものをこう見込んでお客さんが直接依頼をくれる。で仕事をしてあげる。でそれに対してお金の報酬、感謝の報酬っていったものを直接もらえるっていう立場です。これはね居心地がいいですよ。やっぱこの3つの中で僕どれがやっぱり気分が良かったかって言っても、断然この職人の時です。やっぱりね自分のやりがいっていうかね、自分のことを信頼してくれてるんだっていうやりがいもあるし、そういうのねすごく心地いい立場だと思います。ただやっぱり自分一人の力、時間とか能力っていうものは限界があるので、さらに上を目指そうと思ったらこう人を採用するっていうことにねシフトしていかなきゃいけないわけですね。ですから僕はだんだんその経営者の方にシフトしてきました。ただねそれもねなかなかうまくいかなかったですよ。最初はやっぱりその人を使ってるので、その人たちを育てることとか事務所の方向性を考えることとかっていうことをね自分の有限な時間を使わなきゃいけないんですけど、でもやっぱり職人の仕事がね好きだから、ついついお客さんが電話来るとじゃあすぐ行きますって自分が行っちゃったりとか、持ってきた仕事も自分でやっちゃったりとかってことで、ね、ついやっちゃうんですよ。でそれをねぐっと我慢して、じゃあ誰々ですか、行ってきてくれるとか、これやってくれるっていうふうにやって、だんだんみんなを育てていくってことをねやらなきゃいけない。それやっぱりねそれに移行するのは相当時間かかりました。5年ぐらいかかったと思います。結構大変です。本当に覚悟を決めて自分をやらないっていうふうに決めないといけないです。で経営者っていうのはやっぱりね、さっき言ったみたいにすごくそのリスクも負う責任も負うんですけども、事務所をどういうふうにしていきたいかとかってことは自分で決めて、こういうねおしゃれな事務所にしたいっていうふうに思えばそういうことができるし、そういう自由っていうものはあると思います。
まあ、司法書士、まあ、修行としてね仕事するにしてもこの3つのどれに勤務するって手もありますから、どの立場で仕事するのかってことは自分の自由に選べます。ご自身に合った道をね選んでいただくといいかなと思います。今日はこれぐらいで、ご視聴ありがとうございました。